You're listening to Shibuya Cross FM. タクのラッシュミュージックアワー、こんにちは、タクです。こんにちは、あやです。さあ、今週も始まりましたラッシュミュージックアワー。今週も渋谷にあります渋谷クロス FM のスタジオから生放送でお送りしております。フェイフェイ。はい、まあ、今週いろいろあったことで言いますと、まずはトルコで大地震、マグニチュード 7.8。 4日5日前ぐらいだよね。そうね、今週の、そうだよね、週明け死者数が7900人超えたの。もっとだよ、多分2万人ぐらい。そんな、うん、被災者数が38万人以上だから、まあ、もっとだね、だから、ね、日本を含めて70カ国が救助隊派遣をして、はい、おりますと、うん、まあ、この台本っていうんですか、このあれが、来た段階が、作家さんがね、作って、ね、書いてくれた時おとといとかなんで、さらに多分そういう被害者や死者の数っていうのはさらに、大きく膨れ上がって行くんだろうなと思うんですけれども ね痛ましいけど、そうね、ちょっと胸が痛いけど、なんかすごい僕が気になったのが、この規模の大地震がトルコだけだったんですか、どうなんだろうね。でも被害がそういう出やすいような、こう人がいっぱいいたりとか、そう、なんかこの地震って別に一発だけじゃなくて、なんか何発もどんどんこういろいろ余震みたいなのあったらしいんですけど、大地震って基本そうだもんね。そう、全部トルコの国内だけで起こったらしいんですよ、震源地。なんかそれをね、なんかこのなんて言うんだろう、デジタルの映像でね見たら、なんかトルコだけがめちゃめちゃこう爆撃をされてるような映像みたいになってて、これは偶然なのかねって、まあ、なんかそうやって作られた映像なのかもしれないけど、まあ、どこまでが本当なのか分かんないけど、だからでもまあ逆にその日本は列島でさ、列島っていうかその島国で、大体その日本の地震ってなっちゃうけど、トルコみたいなその地続きのさ大陸の中の一つが地震ってさ、他は影響ないのかなみたいな。っていうかさ、大陸の地続きのところでもさ、日本ってさ、その出てる陸の下にさ、プレートがもう、構造がね、そう、あるじゃん。だからさ、多分一個の大きい地震が起きるとさ、あっちもこっちもこうちょっとずつ派生してってなるけど、多分そんな風な立地にある国ってさ少ないだろうからさ、だからそういう風になったりするのかね。トルコが揺れたらトルコしか揺れないんだっていうか、そういうところにちょうどなるのかな、だったのかな、わかんないけど。日本って ね、大きい地震あると大体ちょっとこう広めにとかさ、別のところも後で揺れたりとかさ、もうするじゃん結構、ね。まあ、特になんかヨーロッパのエリアの人ってのは地震に慣れてないって言いますから ね、すごいちょっとの揺れでもめちゃめちゃこう恐怖するっていうじゃないですか、パニックを起こしたりとか、日本、僕らもう慣れちゃって、あ、また来たぐらいな感じだけど、そうだね、ね、特にだそういう意味でもなんかトルコとかそのヨーロッパ方面の人々はすごくね、恐怖にそうだね怯える日々が続くと思いますけれども、はい、日本もねやっぱこうできる限り の救助サポート、ね、していきたいなと思いますけれども、ね、こういう大きな災害の後の二次災害いろいろありますからね、ないといいね、そういうのがね、火事場泥棒的なのもいっぱい出るだろうしね、なんかいろんな多分被害が生まれるんだろうなと。日本でもやっぱありましたからね、その 3.11 のさ、そうだね、時はやっぱりその次のなんか二次災害、三次災害、人為的なものから自然な災害まで含めてね、必要以上にこう大きくならないことを願っております。ご自身を大事に、はい、はい、他にもいろいろありましたね。例えばそうだな、 YouTuber の方で、僕ちょっとこの方知らないんですけど、夕闇に誘いし漆黒の天使たちっていうチャンネル知ってます？2人組なのかな、へ、分かんないですけど、まあ、60万人、登録者いるのかな、まあ、神奈川県の相模原の、一人営業、おばあちゃん、80歳のおばあちゃんが一人営業でしてるお店、飲食店のお店で、酷評のレビューをするという、へえ、でそれが炎上した、炎上ということですね。へ、レビューゼロのお店に初めてレビューを書こうとしたら最悪だったっていう、まあまあまあ YouTube 的にはね、注目を集めそうなタイトルかな。それはなんで炎上しちゃったの？なんかね、遅かったらしいんですよ。
かいつまんで言うと注文してから届くまでが、この手元に来るまでが、はいはいはい、でそのまあ4人とかで動画だとどうも4人で行って、うん、で4人それぞれが全員違うものを注文したと、はいはい、1人でおばあちゃん切り盛りしてるお店で、そう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 っていう、まあ大前提がありの、うん、まあ、来るのが遅いよねとか、うん、その割に味がどうだよねみたいなことを多分言ったらしいんですよね。もう削除されてる動画なので、あの内容まで見れないんですけど、これもまた結構炎上というか。なるほど、まあ、はい、難しいね。なんか80歳のおばあちゃんだから、うん、そこら辺はこうなんか何大きな心で見ようよみたいな意見を持ってる人が多かったってことだよね、うんうん、そうね、うん、まあ、レビューゼロってまあシンプルになんかあのレビューをするような人たちが多分いないんだろうなと。行くようなお店じゃないってことだよね。要は地元 の, その近所の近所の仲のいい同年代の人たちが来るだけの場所で、そうそうそう、いっぱいあるよねそういうとこね。ネットにわざわざこう星いくつとかレビューとかっていうことをしないような人たち、ネットも多分やってないんじゃないかみたいな。レビューがゼロのお店っていっぱいあるもんね。そうそうそう、っていうような人たちがまあやってて、このおばあちゃん自体もネットをSNS とかやってないみたいなんで、そのそうこういう動画がアップされてたことすら知らなかったと、うん、言うらしくて、っていう、まあそんなことがいろいろありましたということでございます。もっといいニュースないのかなあとはまあね、関東平野部でも雪予報、まあ、現在雪降っておりますね。ね、降ってるね。ちゃんと雪だね。ちゃんと雪だ、うん、うん。僕ら今日朝静岡出発してきましたけど、うん、静岡はまあ普通に雨、ただの雨でしたね。寒かったけど、うん、寒かったけど、うん、やっぱこういうところで若干その温度の違いみたいなの感じますよね。感じるね、うん、そうだね。同じ冬でも全然違うよね。静岡もさ、すっごい雪降らないらしいけどさ、うんうんうん、去年もちょろっと降ったり、今年もなんか一瞬とはいえパラッパラっていうの何回かあったよね。静岡で雪、うん、降ったっけ、うんうん、そっか、降ってる降ってる。あ、そうだね、そう、何回か降ってる。ちょっと積もったね。なんか積もった、ガソリンスタンド残ってたじゃん、なんか。へぇ、あ、そうなんだ、うん、へぇ何この、ただの家での会話何このガソリンスタンドとかどうでもいいね、まあそんな感じでございますけれども、今週も、お便りいただいております。いこれはね、ラジオネームアホみたいに食う中学生のただよんさんからですね都心でも積雪を観測したそうなので、いろいろと滑らないように気をつけてください。いろいろとってどういう意味だよお前足元だけでいいんだよ何トーク滑ってるみたいないいんですけどね、はい、余計なお世話だ ね、はい、そんなわけで今週も、はい、渋谷にあります渋谷クロス FM のスタジオから生放送でお送りしております。おい、タクのラッシュミュージックアワー。この番組は本物のエンターテインメントがここに、新時代のポータル動画サイトトラベルの提供でお送りします。真実を真実として伝えたい、良質なエンターテインメントをありのままで伝えたい。真実と本物を追い求める新時代のポータル動画サイトトラベル、ついにオープン。時代を追い越せトラベラー、マイスター。タクのラッシュミュージカーは本日もこちら渋谷にあります渋谷クロス FM のスタジオから生放送でお送りしております。はい、本日のツイッターであやさんが今日放送あるからねっていう告知ツイートの中で、うんうん、あのジョン・カビラさんのように喋るあやさんがとタクさんもね、タクさんもって告知してましたけどジョンさん全然出てこなかったよ。忘れてた、うん、あ、やらないの。今クレジット読んで思い出した。ちょっと やってみて。タクのラッシュミュージカー本日もここ渋谷にあります渋谷クロス F の俺何が面白いって、このあの下ろす下ろしていく間のこの声帯を下にこの喉元で下げるさ、この太い声を出す時のこの準備がめちゃめちゃ視覚的に面白い。音声だけだとちょっと伝わらなかったかなと思うんです。音声ラジオで本当耳で聞いてるだけの人は多分なんかしょうもない結果だけが聞こえたと思うんだけど、
そこに行くまでの準備が映像としては僕は今面白かったけど、ぜひあの2週間後のアーカイブでアーカイブをチェックしてもらえたらなと思います。ご覧ください、はい、さあ、先週に引き続き今週もですね、人に話すほどでもない、人に言うほどでもない、言うほどでもない特技、特技、うん、ちょっとテーマ集めましたけれども、人に言ってみましょう、岡山県在住かすみさんでございます。人に言うほどでもない特技、あ、いたた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 のたをめっちゃ早く言える。あ、でもそれすごいなって思う。かっこ管楽器奏者あるあるです。へぇー、ちゃんちゃんって書いてある。あれか、トゥ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 ってなんて言うんだっけ、なんかえ、まあ、まあリコーダーとかさ、あのフーじゃなくてトゥトゥトゥって吹くって言うじゃん、口元は。だからまあ、まあそういうことですよね、きっとね。ダダダダダってめっちゃ早いんだ。トゥ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 ってことかな。トゥ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 。超自慢しなくていいね。そうだね。でも特技って自負はできるよね。そういうことね。あの北斗の剣のわちゃー、そう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 、あたたたたたたた。その声優さんもあれなのかな。でもあれ別に速さじゃない。あ、そうかそうか、うん、あ、そうなのね。技は速いけど、うん、速い設定だけど、あ、あれは速いわけじゃないの、そのセリフ自体は。まあ速いけど、うん、なんかそんな常人が言えないようなスピードでは言ってない。あ、そうなんだ、うん、そうなんだ。かすみさんはじゃあまあ代役できそうですね、そのうちね。北斗のケンシロウ、ケンシロウ、あ、ケンシロウ、そう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 、ケンシロウのね、いいですね、いつもかけながら応援しております。たくさんのエンターテインメントは私の元気の源です。宅家の皆様、ご体ご気をつけてお過ごしくださいと。ありがとうございます。ありがとうございます。表で応援してください。そうですね、引っ込まないで、かけながらでもいいですが、できれば日の当たるところに出てきてもらえたらなと思います。そんなところじゃ洗濯物は乾かないぜっていうことでね、はい、それでは最初の曲いってみたいと思います。タクでウェラーマン。お迎えに行ったの5時30分、来るの早すぎるっつーけどさ、翌日は5時50分に行ったら遅すぎる。要求がむずすぎる、この20分の何が違う、難易度が高すぎる4歳児の育児。お迎えに行って6時帰宅、腹減ったぞピエンツからさ、速攻晩飯作って出したらこれ違う。要求がむずすぎる、バナナとか桃は食うくせに、難易度が高すぎる一歳児の育児。タラララッタラララッタラララッタタラララッタラララッタラッタ。起こしても全然起きない、登園ギリギリまで寝てるくせに、土日の朝は6時から目がシャキ、朝飯まだか。まだまだ眠すぎる、目覚ましより大きい声やめて、体力なさすぎるこの子たちの育児。別に褒められたいわけじゃない、当たり前のことなんだけど、少し暗い愚痴吐きたくなる時もある、それくらいは許してね。なんだかんだ楽しいぞこの子たちの育児。ラララララッタラララッタラララッタ、結局かわいいぞこの子たちは天使。聞いていただきました、私タクでウェラーマンでした。はい、はい、かわいい、何回見てもかわいい映像ね。うん、だいぶ大きくなったね。大きくなってるよ。半年前だから、半年でちょうど、まあまあだからそういう意味で言うと、うん、ウェラーマンのリリース日に生まれたウェラーボーイ3番目も、はい、もう半年になるわけですけども。そうだね、うん、大きくなったよね、なんかね、またすごい大きいよ、またよく食べて、うん、そうだね、うん、赤子の6ヶ月でこんなに大きくなったってのも感じるし、うん、ある程度の大きさになってたこの長男次男も ね、より6ヶ月でもやっぱ変わる ね、うん、こうやって見返すと違う、ね、成長してるんだ ね、私たちも年老いていってるんだね。感じたくないですけどね、最近ね、そういう老化をね、あの防ぐために我々が密かにハマってる、ここ 2,3 日でハマってるものがありますね、うん、ここ2,3 たったここ 2,3 日で、ね、最近ってね、はい、パックね、そうね、うん、顔のパック、
友達がさ、うん、遊びに来てくれてさ、はい、まあ、その子はもう美容の美容のプロフェッショナルなわけよ、うん、でいろいろ聞いて、うん、もう知識のない私たちはね、うん、丸全部鵜呑みにしてそのまま何も考えずにまねっこだけしてるね、うん、まああったのが23約10年前か、うん、10年前僕らがちょうど出会った時の一緒なんだよね、うん、一緒一緒一緒の出会いなんだよね。そうっていうまあ人がいて、でまあその人、まあその時はだから22とか3なんだけどみんな、うんうん、その時はもう若いからもう肌ツヤとか、うん、若さっていうところで大体みんな同じだったんだけど、そうだね、うん、10年越しでもないけど、うん、10年経った今現在会うとやっぱケアしてる人としてない我々の、うん、全然違うねそう、私も最近さ自分の小じわがさ、うん、めっちゃあるなって感じるんだけど、会ったらさ、その友達に久しぶりに会ったらさ変わってないな10年前とと思ってね、すっぴんでも全然なんかね、うんうん、もちもちとしたそうツヤのある、言ってももう30超え、超えてたよね、30超えてる、超えてるよね、超えてる、そうだよね、そうそう、やっぱ全然違ったよね、違う、うん、真似しよう、うん、やっぱちゃんとケアしてることはね、うん、ケアするっていうことは大事なんだなっていうことをすごく実感したため、うん、我々も影響され、うん、今続けております。パックしてるね、はい、気持ちいいね、でもシンプルに、そうだね、うん、まあだから肌ちょっとこうケアを心がけるっていうのを、うん、まあ、我々の今年1年は特に豊富にしていければいいんじゃないだって僕さ去年、うん、だからまあ正確に言うと一昨年の運動する年末から、そう、俺は来年はジムに通うって、その来年って去年なんだけど、去年結局一回もジム行かなかったから体験一回もだからね、体験すら行かなかったから、うん、ちゃんとちゃんと頑張って思ったよりできなかったじゃなくて、そう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 、一度も一度たりともね全くやんなかった、ずっと机に座ってた俺ずっと机に座るか車の運転してたから、すっげえずっと座ってるだけだったの。これめちゃめちゃ不健康ですよ、うん、健康だね、体力落ちてるなって実感するもん、やっぱりだって東京だとさ結構歩くじゃ ん、 なんか歩く歩く、電車ベースだからね、うん、そうそうそう、でもほんと静岡行るとその日常のちょっとした歩行もしないから、うん、そうだね、うん、家出て駅までの往復でも全然違うじゃん、ね、日々積み重ねてると、そうだよね、今だって家出てもう車乗って仕事場行ってみたいなさ、うん、だってさが東京の学生の時の通学考えると、私電車は全然もう本当に近かった、大江町だったからさ、うん、品川まで一駅しか乗んなかったけど、うん、徒歩の時間を考えたら1日で1時間ぐらい歩いてんだよね、うんうん、で学校の中でもうろちょろするじゃん、まあ、学校の中でも運動量もあるからね、そう、学生はね、結構なさウォーキングだよね、そうだよね、運動嫌いでも、うん、それ腹減るよねうん、そんだけ歩きゃね、うん、で日々そんだけ歩いてたり運動してたらさ、うん、例えば休日で何もしてなくてもさ、うん、息してるだけでも 腹減るよね基礎代謝が上がってね、うん、あいつらはでもなんか東京はねなんかこう自然に歩けるのはいいなって思うね、やっぱねえ、うん、本当に、うんうんうん、改めてだから意識して運動しようとしないとダメなんだなっていうことを日々実感してるからこ そ、うん、まあ、そういうのもちゃんと頑張りつつ、まあでも家にいながらでもできるそういうお肌とかね、お肌のケアみたいなのもちょっと我々もね、うんうん、まあ、メンテナンスがだんだんねどんどん必要な年になってくるね、なってきますからね、うん、僕なんか特に生活習慣含めすぐこう肌に出やすいタイプなんで、ね、うん、ニキビだったり肌荒れだったりがすぐ出るんでね、うん、まあだからこそね、頑張っていきたいなと思いますけれども、はい、ではでは、はい、そろそろ次の曲に参りたいなと思います。先週もね、ウェイウェイ、紹介させていただきましたシングアーサー君バイのバイ、初めてのライブから時は経ち、まだ M ステなんて遠い話、未だ見たことない盛り上がり、求めるからこけても起き上がり、Never sing a song. We can both DJ and singer. 枠にとらわれずやりたいようにやるのがテーマだぜ。You understand? 分かるやつに分かればいいなんて開き直りはしない。やることなすことケチつけるやつに構ってる暇は俺にはない。待っとけって固まっとけ。クズはクズ同士で絡まっとけ。指でも加えてつったとけ。履き違えたマットレス。お前はそもそもレゲエじゃねえ。歌えんように潰したるでとか、まだ売れてないのお疲れとか言うけど、お前はどこの誰？ババババイの倍、俺はやったるお前の倍の倍、倍の倍、バババ倍の倍、差をつけていってやる分、バイバイ。
のに取りかかるとリリックが膨らむだろう。耳が気持ちいいまたは声がいいなら A1 クラスかも。こんなにいいリリムが流れ出せば迷わずとも歌うだろう。そもそも俺には時間がない、だらけているような暇はない、気を抜いてもいい期間じゃない、今やめたら明るい未来はない。俺はお前の2倍3倍と言わずやってやるぜ何十倍、どれだけやっても俺には追いつけないからさらさら眼中ない。夢を語るくせにその夢のためにお金を使わない、自分が頑張れば落とした金も絶対に無駄じゃない、我慢して社会に怯えて大人になるとかつまらない、俺の溢れる気持ちとバイブスを閉じ込める蓋はない。ケチつけ邪魔するやつたちはボンで、勝ち上がるためにつながるミュージックマイフレンド、夢目標現実にするために Go my way、 譲れるなら譲らぬまま、こびず弱すオリジナルだから、で生きてく様伸びてく様が俺の中で Wicked on Why なら、まだまだまだ歌いたいから、底知れず溢れ出してるパワー、やってるからやってやるから、いつか呼ばれるこいつこそだが、明日からやるんじゃなく今からやることが明日につながる、流行りに乗っかってマイクを持ったってライブの時間がもったいね。倍の倍ババババ倍の倍、俺はやったるお前の倍の倍、倍の倍ババババ倍の倍、差をつけていってやる分倍倍、たまにと目指しやってる俺らとそうじゃないやつの格の違い、チャンスが来るまで待つの嫌い、俺は俺なりの音楽をしたい。聞いていただきました新語作で倍の倍でした。へい、明日やろうじゃなくて今からやろう。いいね、素晴らしい言葉です。そう、もう耳が痛いわって思っちゃった。耳が痛いね、うん、偉いなって、偉いなって思っちゃった。子供ら全員寝かしつけた後こっからやっと自分の時間だ、うん、よし何かやろうって思えないもん、うん、もうあヘトヘトだもんだからもう寝るって言ってもさ、週の半分はさ、うん、寝ようとして寝てるってよりはさ気絶してるよね、うんそうだね、落ちたって感じ、落ちたって感じだよね親はあるあるだと思うんだけど、昨日だってね、寝ようとしてなかったのにリビングで結局落ちてしまってたもんね、たくさん。あ、ね、そう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 。お風呂沸かして、うん、それ入ったら、あ、沸いたら入ろうっていう、そのまでの時間耐えられないんですからホットカーペットにゴロンしたらもうって感じ。お風呂をとりあえず入れ終わって一回こうリビングに戻ってきて、うん、もうそこからもう一度お風呂に旅立ってなかったんだね。無理だったねいや明日からやるじゃなくてってかっこいいね、偉い、うん、偉いけど冬は無理。もういや夏も多分だって明日からやるどころか、そもそもその目標設定が今週中ぐらいにできればいいやダメだね、その目標設定ですらね、ハードルがね高いね。ダメだねうん、しょうもな、やろうと思ったら今からやる、これが、うん、我々の今年の目標抱負ということでやっていきたいと思います。なるほど、頑張って、うん、はい、肌我々って巻き込まないで、ももちろん、あ、そう、うん、僕一人の私いい、頑張んない。あ、そうそうですか。3月18日土曜日を福岡小倉のクラブキューブにて、ライブ出演でございますね、はい、新宮作ね、僕じゃないよ、うん、チケットはチケットピアにて絶賛発売中でございます。詳しくはラッシュミュージックの公式 SNS もしくは新宮浅くんの SNS、うん、チェックしてください、はい、あとフォローよろしくお願いいたします。魅力的なねパフォーマンスするからぜひぜひお越しください、うん、はい。さあ、タクノラシミジカは今週も渋谷クロス FM のスタジオから生放送でお送りしております。時代は変わった、振動がサイトトラベル始動、超ビッグアーティストからの独占配信や社会問題に切り込む独自コンテンツ、本物のエンターテイメントがここに。時代を追い越せトラベラーマイスター。ただいまお昼の12時25分を回っております。タクのラッシュミュージックアワー、今週も渋谷クロス FM のスタジオから生放送でお届けしております。
はい、ということでねえ、なんか閉じ方がさ、いやいや閉じ方が切ないよ。いやいや、もうちょっと包み込んでおいっていう感じでいくべきか迷ったよ。そんな突き放さないでもいいじゃんよ。なんかね、なかったことにしないでもいいじゃんよ。なんかね、もうちょっと徹底して、でもジョン感あったでしょ。うん、いやまあそうだけど、うん、なんか若干恥じらいがあって。え、嘘、うん、恥じらってはいなかったんだけど、もっとなんかでもこっちのリアクションとかをさ求めたり、なんかちょっと若干不純物が多かったかなという印象です。じゃあもっとやっぱ純粋に生きないと。そうですね。はい、寒い中ありがとうございます。皆さん立ち止まっていただいてありがとうございます。さあ、ここでもう一曲いきましょう、はい、博多 4K でおとぎ話。顔も中身もかい散りばめる愛、すぐに私だけのものにしたい。態度に滲んだ毒性よ、おとぎ話。ヘンゼルとグレーテル、今じゃ物足りない、いつものワンナイト。都合がいいのはお互い様、私にはあなたしかいないけど、あなたには今彼女がいる。いつもの居酒屋でグラス持って乾杯。あなたが何考えてるかわかんない。できない思考回路を街道ガジの詰まる敗北のようにぼやけて、急にゼロになって、あなたの言葉たちに踊らされてたよ、バカな私。あなたの腕の中じゃない、これは夢の中。一人つぶやいたバカ、 Good morning all day all night long。 肯定できないこの存在を、仮にも名前がないならおとぎ話と名をつけよう。今じゃ物足りない、一人のワンナイト。望んだのはもう私だから、隣が私じゃなくてもあなたにはもう関係ないでしょう。おとぎ話、ヘンゼルとグレーテルのように、心が今も嘆いてる。ベッドの上で聞く愛してる、でもあなたには彼女がいる。好きも嫌いも嫌なうち、興味が薄れてきてる今のうち。一人逃げ出してランナウェイ、満たされていたいだけ。今さら後悔してももう遅いよね。どこか遠くへ私を連れてって、どこか遠くへ私を置いてって、空につぶやいた本当の気持ちは未だ言えるまま。いつも育ちてる友達の悪いやないその言葉に、勝手に傷つく LINE は未読、インスタはオンライン。消える前途は偽りの愛に手を伸ばす。今じゃ物足りない、一人のワンナイト。望んだのはもう私だから、隣が私じゃなくてもあなたにはもう関係ないでしょう。とぎ話、ヘンゼルとグレーテルのように、心が今も嘆いてる。ベッドの上で聞く愛してる、でもあなたには彼女がいる。俺には彼女いないでした。私にも彼女いない、いたら困る。聞いてもいただいた曲は、博多 4K おとぎ話でした。先週もお伝えした通り、3月19日福岡のグランドミラージュにて初のワンマンライブでございます。はい、博多 4K なんだっけ、博多、あ、忘れちゃった、どうした。博多 4K の、うん、ワンマンライブのタイトル、うん、ああ、うん、ライブタイトルね。そう、なんだっけ、ね、なんだっけ、あ、まあいいや。これこのくだり、このセクション完全に放送事故なんで、やめましょう。やめましょう。まあいいやとか告知するのに。ちゃんとね、あの SNS 見てもらえばすぐ分かるから。そうですね。うん、はい。楽しみだね。初のワンマンライブね、うん。楽しみだね。3月19日か、うん。2月から始まった博多 4K 公式 LINE にてチケットの先行販売も行っております。おい、気になる方は博多 4K ラシミュージックの公式 SNS などを確認してください。ぜひぜひ。はい。聞いてね。さあ、人に言うまでもない、うん、私の特技、うん、いきましょうか。はい、先ほどいただいた、アホみたいに行く中学生のただよんからでございます。人に言うほどでもない特技、どうでもいいことをすぐ忘れる。記憶力はいい方で、一度通ってしまえば道を、覚えてしまいますし、会話の内容や出来事なんていうのは覚えていられるのですが、うん、興味がないことや自分に関係ないことは、記憶
は一瞬で忘れられます。血液型の特性もあるかもしれませんが、俺に関係ない興味がないことは覚えられないですね。へえ、それって結構人に自慢できる特技じゃない？うん、そうだよね、うん、結構これはしょうもなさない、生きる上では割とそうそう、めっちゃ大事。なんか自分に生きる、その自分自身にとってはかなり、うん、いいスキルだよね、うん、人から見てもあなたのいいところってそういうところだよねって言えるぐらいのことだから、うん、まあ、それによって迷惑被る周りの人も若干いなくはないと思うけど、うんうん、忘れられちゃうからね、まあ、ね、奥さんとかねだから言ったじゃんっていうことがね起こると思うけど、まあこれはでも生きづらく自分をする、うん、要因だったりするからね、これ逆って、うん、これは結構なんかその人のいいところみたいな感じでもあげれるぐらいの、うん、いちいち気にする必要ないことをぐち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 さ、うん、なんか悩んだりする人が多いって言ったらしたあれだけど、うん、それでこう悩む時間とかさ、もう仕事から解放されてるのに仕事のことで悩んだりとかさあるじゃん、うんうんうん、よくそのよく僕らが聞く話だとさ、うんうんうん、悩む必要のないことで悩んじゃうとかさ、うん、なんかそういうこといっぱいあるじゃん、うん、でそれの逆ってことでしょ、うん、これはすごくいい、全然自慢できる、ね、うん、自慢できる話だよね、うん、自慢してんじゃない、あ、自慢してんのか、うん、あ、お題間違えてんのかなどうでもあやさん俺から見てると割と結構何でも覚えて、うん、私はそう、私どうでもいいことほど結構覚えてたりしない、どうでもいいことほどって失礼じゃないあ、そういやもちろん、ね、覚えてるけど俺の方があんまり覚えてないな、うん、たくさんの方がすぐ忘れるし、うん、そもそもたくさんいろいろ見てないね、アンテナがバカだよねどうもバカアンテナですたくさんはそうね、もう最初から自分の興味ないことはシャットなんかもうアンテナがないって感じ、うん、受信してない、まずそもそもムーディー勝山って感じだよね確かに、うん、忘れるどころの話だね引っかかっていない網に引っかかってないって感じだよねムーディー勝山知らない人いっぱいいるだろうね、若い子たち、右から何かが来てるの人ね、うん、左へ受け流すそうね、たくさんはそういうタイプだね、で、しかも寝たら基本リセットだしね、寝たら、まあそうだねてか、しかもそれも、しかもそれに悩んで寝れないとかも絶対ないもんね、うんうん、なんかこう不安で寝れないとかあるじゃん、うん、不安というかさ、そういうので悩んじゃってとか、うん、そういうのはもう全くないね、経験的には、ね、あんまぐちぐちは悩まないかな、そうだね、うん、エネルギーが持続しない、まず、うんうん、例えばそのじゃあ、あいつ今日なんかさ、あれ怒りがね、あん時のあれめちゃめちゃなんか今も納得できないんだよなとかっていう風に悲しいとか、そう、燃焼し続けるもうあれがない、薪がそんなに燃えない、俺も燃やすあれがないって感じって感じかな、いいとこ、あやさんの方がでもあれだよね、結構そういう怒りとか意外とずっといつまでも、ね、あーもうとか言ってるよね、すっごい、私はもうなんか喧嘩したくなっちゃうんだもん、すごい、喧嘩しなくていいんだけど、そう、なんか我慢するけど、なんかそのふつふつが、うん、いいっていう気持ちが、ラジオで下打ちしない若干入ってるよ音がだね、気続いちゃう、でもまあなんかそんなずるっとは引きずりはしないかな、その時に燃えるけど、そう、でも過去のあの時の怒りがって話すごい来るよ、でもそれはもう怒りの感情が乗ってないあんまりそう、エピソードトーク状態、そう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 あ、そうなんだ、うん、そうかそうか、まあそんなね、でもまあこれはいい特技だと思うよ、はい、そうだね、めちゃくちゃ自慢できる特技だ ね、そうだよね、もっとしょうもないこと言ってる人いないの、ねラジオネームねこねこさん、ねこねこ、はい、私は金槌です、自慢ではありませんが、お風呂で髪の毛を洗っていると溺れそうになります、実際溺れてます、それは自慢じゃありません、うん、これは自慢でもないし、あの特技でもなんでもないししょうもないねしょうもないし特技じゃない、しょうもないし特技でもない、今日はあのあれだね、テーマに沿って送ってくれた方一人だけもしかして話聞いてるみたいな、あたたたただね、あたたたただ、まともな回答でもあたたたただからねはい、はい、いいじゃないですかね、自慢できる自慢、まあでもそうか他の人そんなシャワー浴びてて溺れそうになるんだよねって人はなかなかいないか、私シャワー浴びてて溺れられるからみたいな、すごいよね自慢どういう感覚なんだろうね、
なんだろう、水の中流水だぜ、体にとどまってないんだぜ、その水、お湯は。なんか物理が分かってないんじゃない、こう向いて、こう上向いて、なんか鼻で呼吸したら、て口で呼吸した、ああってことかな。反らせよ、反らせよ、顔を。なんか今の半年の子供が思い浮かんじゃう、こうシャワーみたいな。あ、顔の上にあるちょっとした何かもハンカチとかですら、ティッシュでとかですらどかせない、あの感じね。そうか、そういうことなのか。いや面白い。それはさ、なんかあの金槌とかともうちょっと違う問題がありそうだね。そうね、その状態は金槌じゃなくてもきっと苦しいし、金槌関係ないよね。私は金槌ですっていうこの、ま、枕言葉が一切必要ないからね、これに関しては。水との付き合い方がわからないのかね。そういうことか、なるほどね。ポケモンでいうとこの弱点タイプなんだ ね、 そうだね、水が、うん、かも ね、 ね、そうなんだ。めっちゃ面白いね、これ面白いね、うん、本当にね。寒い中本当に今雪まだ降って、あでもちょっとやん、いやまだ降ってるか、弱くはなってきたね。そうね、うんうん、雨足、雪足っていうの、うん、分かんないけど、うん、雪足とは言わないか、雨足的なことがね。雨足的な雨足雪バージョン、雨足雪バージョンはちょっとね、減ってきたのかなという気がしますけれどもね。弱まってきましたかね、うん、雨足雪バージョンはね、しつこいね、うん、ちょっとこういうね、新しい単語発明しちゃったときは、しつこくすり込んでいきたくなるよね。雨足雪バージョンね。うるわしゅってるとかね。ご機嫌うるわしゅってるってすごい造語だよね。早くリーディング、かわいいがすぎすぎとか、すぎすぎね、すぎすぎとかいろいろあるよね。あやさんなかなか造語作るよね。うちはね、よくね。でもみんなやってないのかな、その家でしか。あ、じゃあ次の来週のトークテーマそれにしようよ。ああ、いいよ。我が家というか、私だけ、我が家だけ、うん、我が家でいいんじゃない、我が家でしか流通していないであろう、うん、まあ、定まった友達周りとかでもいいけど、うん、特定の コミュニティでしか流通していないであろう、うん、オリジナルの言語、オリジナルの言語、そうだね、単語とか、うんうん、まあ、我が家で言うとご機嫌うるわしゅってるとか、かわいいがすぎすぎとか。いっぱいあるよね。でも雨足雪バージョンとか。今生まれたけど、雨足雪バージョンが弱まっております。こういう言い方するんだね。とかこういうのを、じゃあちょっと我が家だけかうちだけか、うんうん、ね、特定のコミュニティで、私の友達だけかな、うん、みたいな、そういうところでしか使われていないであろう、普通にこう常用されている言語みたいなね、そう、うん、一般的には絶対通じないであろう方言とはまた別のね、うんうん、っていうところを、じゃあまた、来週のテーマとして募集したいなと思います、うん。それではじゃあ曲の方に行きたいなと思います、私タクの曲でございます。シティっぽい。Time to load, hold us on the background music. We call it
私タクでシティっぽいでした、はい。YouTube チャンネルタクの、タクミュージックチャンネルですね、うん。ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。毎週土曜日夜10時からは、ライブ配信、 YouTube でのライブ配信を行っております。まあ、あとは不定期に、はい、インスタライブだったり YouTube ライブ提案の不定期にやっております。うん、今週はだから金曜日もう来てるから明日の夜は、YouTube ライブであり、YouTube ライブありますので皆さん夜10時集まってください。集まってください。はい。2月23日木曜日祝日ですね、焼津でライブ、私タクのライブが、焼津、静岡は焼津で、あります。ブリリアントでラブリーなタクが降臨しちゃいますですしちゃいますですって書いてある。俺もうブリリアントとかラブリーどうでもいいんだけど、しちゃいますですがごじってるぞって思いますけどね、はい、そのまま読んでいきましょう。はい、という感じでございます。はい。まあ、我々のホームとなるライブハウスラッシュでございます。2月からどんどん、所属アーティストのライブ開催予定でございます。皆さんぜひとも遊びに来てください。タクのラッシュミュージカーは今週も渋谷クロス FM のスタジオから生放送でお送りしております。真実を真実として伝えたい、良質なエンターテインメントをありのままで伝えたい、真実と本物を追い求める新時代のポータル動画サイトトラベル、ついにオープン。時代を追い越せトラベラーマイスター。さあ、タクのラッシュミュージカーは今週もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。はい、読んでおいた方がいいような話があったんでちょっと飛ばしちゃったんで今読みますね。うん、レベル代表モニューソデですけれども、2月の11日土曜日、静岡競輪70周年記念にライブ出演とのことです。うん、2時15分頃からの出演になっているそうです。そして、先日公開されましたシンプル Wi-Fi の公式アンバサダー就任の発表もありました。はい、インフンでました。その他3月はニューアルバムリリース予定と活動の幅が広まっております。2023年もモニューソデの活動目が離せません。ね、競輪、静岡は競輪あるんだ ね。まずそこに驚きです。競輪ってさ、うん、楽しそうだよね。見に行きたい。見に行きたいね。うん、うん、あるんだ。あるか、競輪場あったな。へー、あの東静岡の方だな多分。うん、あった気がする。競輪場あるんだって思った記憶あるもん。いいね、それだ。いいね、モニュソで大活躍。うん、インフンでおります。OGAWLTK Listen up. Check it. もしも世界が明日で終わるならやっぱりこうやって変わらず歌ってたら、桜花火恋も雪もいつか見れなくなるからえよ、いつまでも応援しますって言ってくれた愛と聞いたが元気かな、変わることなく変えてくのさ、したいことするのがベストさえよ。田舎べたい少年は張るから生きがらない、もうよかったら思い通りに汗かいはいらない。ママにフォーウィン風に吹かれながら、あのリノママフォーウィン時の流れ耳を任せて行こう。Take off ゲルノロスやめついて離せない。リノママフォーウィンいつだってなるようになるだけ。 It's alright、 まるでいっそのゲーム、 It's a piece of cake、 座れてるのは運じゃなく実力です。ピストルではなく意を置いて、泣きたくても顔はスマイル当然。あっちに行った人たち違ういなくなったんじゃなく見えなくなっただけさ、人から気づかれないのはさて天国かつこかみろ、孤独を言い換えれば自由、心地く響かせるしく愛の言葉永遠感謝その上で、お姉ちゃんあそこまで飛び風に吹かれながら、つかすれちゃいかん、変わることなく変えてくのさ、普通や女子共通の原因、クスカゴに捨てる黒歴史。 Hey, don't worry、 いつも通り We are be happy、 貴様いい決まり、うまくいかないとだから何挑戦してることに変わらない。頭に込み、hey! 完成に
聞いていただきました小川大地くんフィッシャリングタクであるがままでした。はい、ね、雨足雪バージョンだいぶ弱まってまいりましたねお兄さんたち知ってますタク、本当嬉しい、 嬉しいありがとうはいあ、そう普通に会話しマイクとして普通に会話しちゃった放送聞いてくれてる方は僕が一方的にリアクションしてるはいっていうのだけ届いてるねありがとうございます。あ、見てくれてるお兄さんもパパ、うん、あ、ね、頑張らずに、まあ、手抜いていきましょう、ね、写真撮っていただいて大丈夫ですし、拡散していただいて全然大丈夫ですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます、ね、じゃああ子育て頑張りましょう。頑張りましょう頑張りましょう。ありがとうございますさあ、今週もねもう間もなくあと2分で放送終わってしまいますけれども、はい、来週のトークテーマが、うん、私の周りだけでしか使われていないオリジナルの言葉、ね、単語、今ここで生まれた雨足雪バージョンとか、シアワがせ、シアワがせとか、ね、これはシアワがせだろう、ご機嫌うるわしゅってるとか、うるわしゅってるとか、うん、このこういうような私たちでしか使われていないであろうオリジナルの言語を、うんうんうん、教えてくださいというところで、番組の本、メッセージの送るところなんで応募フォームのところで、メッセージ送っていただいたり、我々の SNS に、まあ、あのリプライとかだとね、あの他の人から見えちゃったりするのちょっと恥ずかしいということもあると思うんで、うんうん、ダイレクトメッセージ DM なんかで送っていただいて大丈夫ですので、うん、ラジオまで楽しみにしまっておけないしね。そうだねね、はい、いう感じで、まあ、その他、応援のメッセージ質問等も、はい、曲のリクエストとかもラッシュミュージックの曲これ聞きたいとかってありましたら、ぜひとも送ってください。はい、お願いします。よろしくお願いしますじゃあはい、何ですか。いや、なんかみんなのそのみんなしか使ってない言葉聞くの楽しみだなって思って。楽しみだねなんか面白い、みんなちょっとしたことでもなんか教えてねって感じだよね、うんうんうん、知りたいですね、うん、はい。さあ立春とはいえまだまだ寒い時期が続きますので、皆様引き続き体調管理十分注意して、来週また元気にお会いしましょう。それではタクのラッシュミュージック、今週で今週で終わり今週はこの辺で今週で来週のテーマ募集しといて今週で終わりってそんなホラーことがありますかって話ですね。タクのラッシュミュージックは、この番組は本物のエンターテインメントがここに、新時代のポータル動画サイトトラベルの提供でお送りしました。